豊昇龍の叔父は元横綱の朝青龍である。こうした関係性からおいっこくんという愛称もある。豊昇龍は目標とする力士を朝青龍としている。朝青龍は酒の席でトラブルを起こしたことがあるので、豊昇龍に酒に飲まれるなと言っている。2021年1月場所は初日から5連敗だったが、朝青龍からの叱咤でその後9連勝した。豊昇龍は初優勝した際嬉しさを誰に伝えたいか聞かれ、まずは親方、次におじさんと答えた。朝青龍は豊昇龍が初優勝した際、涙を流して喜んだ。豊昇龍曰く朝青龍は、師匠の立浪親方よりも厳しいという。朝青龍は豊昇龍に対して SNS で、過激すぎるエールを送り話題になることがある。朝青龍は立浪部屋に行き指導したい、厳しいよ、と言ったことがある。